熟したクのジッドドメ色とは、その名前は知られているが正確な定義のない色。方言では、クの実、また青ざめた唇の色や、打撲などによる、青技の表現に用いられ、赤紫から青紫、黒子を指す。英語では、クの実の色は、ラベンダー色に似た色を指す。クの実を利用した食品や染め物に言われることもある。 この言葉は人や地方によって解釈が異なるもので、あるが、ある時には、クワの実が関連する色である。ドドメとは、埼玉県や群馬県など関東の養蚕が盛んな、地域で古くから使われている方言であり、蚕の餌であるクワになる実のことを指す。それが転じて、ドドメ色は、クワの実の色として使われる。クワの実は、熟すにつれて赤色から黒子色へと変化するため、 人によって意味する色が異なる原因にもなっている。また比喩表現としては、特に熟した桑の果実を潰した際に、紫色の汁が皮膚についたその状態にちなんで、青ざめた唇や青あざになった皮膚を表現する。他には、土木業界において、土止めという処置を施す際に使う板が汚れた、泥色になったことを言うという説がある。なおその木材に、 クワの木の板が使われることもあり、また、堤防の植木としてクワが植えられることもあるが、関連は不明である。ありがとうございます。